はい、始まりましたタイソンチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日は今日、うん、はい、今日はさ、ちょっと、はい、僕があなたに質問なんだけど、はい、あの普通に冷静に普通の状態ね、はい、まあ、あの冷静にいろいろな過去のこととか、はい、これからの心配とかそういうのなしにして、はい、今突然ね、突然お金があなたの口座に4630万振り込まれたら、はい、ね、ピンポンとあなたの地域の役所の人が来て、はいはいはい、すいません、あのお金振り込んで間違えちゃいました、はい、今から銀行に行ってあの処理しましょう、返してくださいって言われたら、あなたどうします、どう思いますか。来られちゃったら行って返すしかないですよね、うん、その、うん、彼と同じ行動は取らないなと思いますね。来られちゃった、はい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 、じゃあこれ役所の人からが来たわけではなく、例えば電話で、そうそう、電話とか、うん、まあ一番これ本当法律的に言うと、はい、分かっちゃったらまずいんだけど、もうあなたの時点でまあ通知が来るじゃない、メールが、はい、あのネットバンクだと、はい、その時点で気がついたっていうこと、まだ認知をされてない誤送信じゃっていうことじゃないっていう場合、はいはい、うんうん、さあどうする。まあすごい叩かれるかもしれないですけど、多分動かすでしょうね、お金は全額。まず俺のところに振り込めよ。いやいや、それは俺が俺がやる。でも、はい、それだと変な話、俺はあなたから振り込まれたんで、うん、逃げれるんだよね、実は。そうですよね、直接もらったわけじゃないですもんね、うんうんうん、そう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 、はい、そんなことはしない。俺はもうものすごいマネちゃんにすごい貸しがあるんで、はい、1000万ぐらい当たり前なんだっていうことは、はい、なかなかこれ難しくなるんだけど、うん、それに振り込めよ。そう、とにかく。とにかく何よりも先に、ね、いや、そうだから、で俺がまた誰かに振り込んだらどんどん数字が上げになっちゃう、なかなか難しいとこあるね、実は、うん、これでもなんか私前に海外のやつでなんか見たんですけど、うん、はい、なんかあのどっかの国の銀行がちょっとなんか隙がすごいあったかなんかで、はいはい、いくらでも引き出せると、残高が0円なのに100万円100万円ずっと引き出すことができる、なんかトラブルがあったかなんかで、合計で数億円以上を引き出してて、数年間その銀行側が気づかなかったっていうことがあったらしいんですね。で発覚した時にその人はまあ返還を要求されてできなくて逮捕されたって同じ流れだったみたいなんですけど、ということはこれ役所の人から私が電話来た時に、私が電話に出なくて電話来る前にも引き出しちゃったとしても多分逃れられないってことですよね、これは。いや、それが細かい法律で言うとだいぶ罪名が変わってくる。今回みたいに電磁的どうのこうのって、はい、っていうかその時点でなんか間違うことはあるわけだから、うん、民事上とか刑事上で多少変わってくるのかな、うん、今回は特に分かった上で、はい、その逃れて、そのカジノっていうのはもうそこが悪質っていうことになっちゃってるんだけど、そうですよね、知ったか知らないか、それが間違って自分のものじゃないっていうことが分かってるのかっていうことがだいぶ違うなんです、細かい法律で言うと、うん、これなんかニュースで見たんですけど、賭博罪に問われる可能性もあったっていうふうに言ってましたよね。日本がカジノというか賭博禁止だから、うん、海外のものだとしても日本国内からそれをやっちゃってると賭博罪もつくんじゃないかって話でしたけど、ここがなかなか微妙なとこだね。うん、でも悪いですよね、ここがグレー的なとこがあるから、本気でやろうとしたらなるんだけど、これ、うん、まあその、インターネットカジノとかはとばっちりだよね、これ。そうですね、だいぶ厳しくなりそうですけど、うん、なんか今回その電子計算機使用詐欺罪でしたっけ、うん、なんかすごい名前でしたけど、あれどういう意味なんですかね、私ちょっとよくわからなかったんですけど、要はそういう、要は ATM を操作したり、要するに要は、モバイルでやってるっていうことを、はい、そういう、だから本当はね、ちょっとね、理屈と意識にはなかなか分かりにくいのよ、はい、この電磁的どうのこうのっていうのは、はい、オレオレとかそういうところで使われたりとかっていうことなんで、はい、分かりにくいっちゃ分かりにくいんだよね。だって言ったらなんだけど、自分の口座にあるお金を動かしたからって罪になるっていうのはなかなか難しいのよね。そうですよね、うん、
じゃあこれもし私さっきもちょっと話出ましたけど、うんうんうん、役所から電話とか何かが来る前に、うん、今さっきおっしゃってましたけど私って、うんうん、そのネットバンキングを使用してるんで、うんうん、メールも来ますし、うんうん、そう通知がトロンって来るじゃないですか、うん、アプリ で、うんうんうん、で役所が言ってくるよりも先に絶対分かるわけじゃないですかすぐに。そう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 、でこの時点で落ちてたらどうなるんですかね。そうだからそれだとだいぶ違うで、うん、振り込みも私は分からなかったっていうか複数のとこ例えばあ本当に YouTube 頑張ってたんで、うん、そんだけなったんだって言い切っちゃったら分からない。いちいち銘柄見ましたかっていう確認が取れないから自分のところにあったお金をあ自分が別のところに送ったり送金することに何の罪もないんで知ってたか知らないかっていうことがものすごい大きいの。別に知らなかったって言えばそう、そしたら通ってる。確かに彼の場合はもう家に来ちゃってますから知らないわけですよね。そう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 、うん、ね、これのことの、根本的にこの罪がなかなか難しいのは、はい、本来その間違って振り込まなかったら起きなかった犯罪なのね、うん、そうですね、うん、結局よし俺は待ってる今からよし4600万振り込まれることがあるから待ってるぞって一生待ってたってないんだけど、そうですね、そういうそうそうそういうことはありえないじゃん絶対に、うん、ほぼほぼそうですね、それ、うん、だからわざとじゃないわけよここ、うん、なんか急にお金を投げ込まれちゃって家にいたらポストに投げ込まれてそのお金をどうするかっていう状態なんで、うん、普通は届けるよね、うん、普通はなんだけど普通じゃないことも起こるよねっていうことなんだよな。結構朝のニュース今朝ですね朝のニュース見てた感じだと、うん、結構役所の人が叩かれてるってとこありますよね、うん、確かに悪いことを彼はしてしまったんだけども、うん、若い子がそんだけの大金振り込まれて、うん、それは使いたくもなるよねっていうおっしゃってる方もいましたし、うん、そもそも役所が間違えなければこんなこと起きなかったっていうのがすごいありましたよね。で、うん、やっぱりちょっとずつでも返していきますって言ってるけど返せるわけないんだから、うん、こんな大金返せるわけない、うん、単純に返せれるわけない。そうですよね、もう返せるわけないんだからもうね、役場のその町長がどうにかしなさいよって言ってるおじいちゃんがいましたけどね、うん、なんかだってさ10万円ずつ返してって、はい、年間60万じゃん、はい、10年かかって600万じゃん単純計算で120万ですよね。あ、そうかそうか、ごめんごめんごめん、うんうん、あ、そうそうそう、うん、120万、うん、120万で10年かかったって、はい、ね、一斉にとこうと40年だってそれに対してさ、まあ最、はい、大手金利の最低の、あの金利がついたとしても、はい、うん、まあ、最低40年以上かかることになりますもんね。それ不可能、無理ですね。ねえ、いや返せって言ったって本人が嫌だって言ったら強制力ないからね。その人に財産がなければ差し押さえるものもないですしね。そうそうそう、どうにもならないですよね、うん、これはどうなんでしょうか。これでも私思ったんですけど本当に全額溶かしてたんですかね、うん、それともなんかどっかのあれに置いてるんですかね、その海外のカジノのなんかマネーロンダリングじゃないですけど、うん、カジノって動かせるじゃないですかお金置いてある、うん、だから本当に、まあ、あのこの子にはあれだけど本当にそういうことが分からなく、まあ、あの心のねとか精神的にっていうことがあるのかなっていう、だったらしょうがないとこってあるじゃないやっぱり、うん、あのそうそう、この子の名誉とかいろんなことになっちゃって言えないんだけど、それかそういうことが多少そういったことがあって前後のこととか言ってることが分からないっていうことがあるのか、それか本当に頭がいいか、だってこれで実刑になるのか執行猶予になるのかちょっとわからないけど、これ話題になりすぎて、普通だったらその金額でも実刑に途中は返さないって返しますって返す意思はあります、でも逮捕拘束されたら返しようがないよね実際今のところで。これね最初のところからこれ僕は懲役先生の方で金井先生と話して、金井先生っていうのはまあどっちかって言ったらその官側の考え方をする人なんだよね、はい、あの元々の役人なんで、あのでやっぱりこの役所の対応がまずかったっていうか、うん、まず連絡を言って銀行に連れてくっていうのは分かるけど、はい、それって勝手な話なんで、もう少しこの、はい、すごく謝るというか、うん、結果こうなってしまったな、ミスはミスなんでやっぱりですよね、うん、でなんか銀行に連れてって、それから職場の方に母親も連れてってって、まあその時点ではもう
ちょっとそこら辺が本人の気持ちにしてみたらえっていう風になっちゃったっていうか、そうですよね、なんでお前らが悪い間違えたんじゃんっていう風に思っちゃいますよね、うんうんうん、そこまでされちゃうと、うんうんうん、だからそこの対応、初動の対応もあったんじゃないかなっていうか、もっと言い方が、いやもうこれは解散とこうなるから、まあどうのこうのって、振り込まれた本人が悪いような言い方をずっとして銀行で、だ銀行は銀行で困っちゃって、正直言うと。そうですよね。うん、だって、強制力はないんだよね、その時点では。うん。その容疑者っていうか、今回逮捕された人も一応やっぱりお客様なわけじゃないですか、うん、銀行が。そう、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 そういうこと、そういうこと、そういうこと。そうですね、うん、なんかどうなんでしょう、私こんなこと言ったら叩かれるかもしれないですけど、私の個人的な気持ちで言うと、うん、そのまあもちろんそのお金を自分のお金じゃないのにそもそも動かしてしまうことが悪いことなのは分かるんですけど、なんですかね、なんかあの町長でしたっけ、あの方、役員の方がずっと、うんうんうん、まあ誤送金してもらってしまったのはこちらのミスですっていうのは言ってましたけど、うん、それ以上にその謝罪以上になんかその許せない気持ちですとか、うんうん、まあ、そう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 、おかしいなって、お前が言うのはおかしいだろうと思っちゃうというか、なんか首に鎖でも つけて引っ張っていきたかったとか、そういう風なもんでこうなるんじゃないのっていう、うん、まあ、彼がこれから稼ぐってなったら、なんかその YouTube をやるとか、そういうので返していくっていうんだったら一発あるかなと思います、ね、まあじゃあ、まあ多分バズるわな、バズる、ね、バズると思うけど叩かれるわな、うん、ちょっと計算しましたけど、ガーシーさんの、うんうん、メンバーシップがもうちょっとで5万人いきそうっていう話がございますけど、はいはいはい、月500円だとしてですよ、最低月500円だとして、うん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 、5万人いたら多分月に数千万円メンバーシップだけで入ってるはずなんですね、3割引かれて、うん、そうね、うん、でプラスやっぱりあの投げ銭スパチャだったりとか、うん、広告収入があるんで、やっぱり月に相当長く稼んでるなら多分、はいはい、お医者様にはもう1月2月で返せる金額だと思うんですよ、うんうん、はい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 、ってなるとやっぱり、まあ、ガーシーさんほどじゃなくても彼も一時出ればすごいバズると思うんで、まあワードとしては4600万30万返したいのでお願いしますっていう風で YouTube やります、そうですね、で ひたすらあのオンラインカジノにかけるオンラインカジノなんかゲーム実況みたいにあそうか、じゃあ YouTube はカジノダメなんだわ、あそっか、うん、ダメなんですね、そうダメなんだ、ダメなんだ、ダメなんだ、出しちゃダメなんだ、だとしたらもうガーシーさん方式で、うん、すいません皆さんのお力で返させてくださいっていう形で、うん、あの配信していけばなんか1年ぐらいで、まあ、ガーシーさんほどのネタは多分ないと思うんで、うん、1年ぐらいやってればなんか4000万ぐらい返せんじゃないかなと思って YouTube だとそうだよね、もうそれしかないよね、はい、ただもう何をするんだって話だよね、ケンチムさんもだって半年ぐらいであの2億だか3億返しましたもんね、うん、あの人も、うんうん、まあ、やっぱりあの人とかガーシーさんはちょっとレベルがあれでちょっとあれかもしれないですけど、うん、まあ、1年ぐらいやってれば、ね、頑張ればなんかみんな面白いことできれば応援して投げ銭とかしてくれんじゃないかなと思うんですけど、うん、どうですかね、なんか YouTube ドリームが今一番現実的かなと思って、普通の仕事では返せないと思うんで、うん、なんか YouTube で一発当てるので頑張ったらどうかなと思いますけど、うん、海外までこういう話題がいったら誰か本当に富豪がボーンと一発やってくれる可能性はあるかもしれないな、その自ら出てきて YouTube チャンネル立ち上げて海外の人の目に留まるように、うん、その自分が報道されたニュースの映像とかを動画に組み込んで、うん、英語とかで全部テロップつけて海外の人が、うん、目に留まるようになんか工夫してやったら、うん、すごいあるかもしれない、あるかもしれない、ね、やっぱり YouTube でなんか起こすのが今一番現実的に返すとしたら、うん、一番いいのかなって思いますよ、うんうんうん、なんか面白いコンテンツ出せるんだったらそれはそれでまた会社終わった後も長く食べていけるでしょうし、うん、なんか YouTube ドリームにちょっとかけてみるのもいいんじゃないかなと思いますけど、そうだね、はい、うん、まあ、今日はちょっと4630万円私だったら返すのか返さないのか、はい、泥棒するのかっていう話でしたけどそういう話です、泥棒するということで、はい、泥棒するという、はい、もう間違いなくやる、はい、泥棒して懲役さんに送金をするという、そう、もう結論がもう出ましたねこれで、はい、まあちょっとこれはやっぱり泥棒が好きなんじゃん、まあ、そうですね、人が財布感じなくても結局泥棒ですからねそれは、そうそうそう、まあまあそういうことだよね、もうそういうふうにしとかないとやっぱりダメだよっていうふうにしないと子供たちもやっぱり真似しちゃダメだから、そうですね、まあ真似することはないと思うけど良くないよっていうことをだねこれはやっぱり、うん、
そんなことめったに起きないっていうか、普段生きてたら起きるわけないと思ってることもやっぱ起きるっていうことですから、うんうんうん、その時にやっぱりその人の人間性が問われるのかなと思いますよね。それだけ入ってきた時にどういう行動するのかっていうところでやっぱり本性が全部見えてくるのかなと思って、私はすごい、はい、あの汚い人間だっていうことですね。はい、そうですそうです。もうそうやってそうやってそういうふうにまとめとかないと、ここでいい人ぶったって今更ね、はいはい、もう今更いい人ぶっても、お前泥棒のマネージャーだったじゃないかとか言われて、そうそうそう。もうあのどもうだ名前さんだ、泥マネ、泥マネとかさ。確かに大変なんか嫌悪感ありますけど、泥マネだったらなんかいいかな。もっともっと泥マネ、なんか私が泥棒してたマネージャーみたいな感じです。もうなんかやっぱり泥棒から離れたいんだけど、どうしてもそういう話になっちゃうね。そうですね、まあでもこのタイミングであのニュースが出るっていうのもなんかちょっと引き寄せてるところあるのかなと思いますけどね、なんか。まあ残念ながら、あでも4630万円なんで、3っていう数字は一応入ってるんで、なんかやっぱりあれなのかな、うん、ねえ、そうね、なんか4630万ってすごい、なんかお俺数字ってあんまり覚えないんで、一発で覚えれるよね、これ463、なんだろうこれ、語呂がいい。絶対忘れないですよね。私もなんかずっと覚えてますもんね、うん、4630万。そうね、うん、なんか暗証番号にしたいよね、この463。4630。すぐになんかあの悪い人にお金引き出されそうですけど、4630、うん、本日は4630の話題だったということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。